サムです。マギです。クジラです。と思いきやイクラです。今日はね、ついに来ましたね。そうですね、7月のね、あの、組焼きです。そう、ブーブー。6月30日1ヶ月ぶりのテストで、前回6月のマンスリーがボロボロだったけど、 その前の5月のマンスリーは良かった。だからさ、今回はさ、テスト範囲がないから実力がいかんなく発揮される。そうですね。さあどうだ、ペンタチ48か。ペンタチおい9000。55でインクないやつで。イクラくんはえ何頑張る？サッカー。違いますね、勉強です。サカサカサッカー。イクラくんは最近ね、メッシのユニフォームを手に入れて調子に乗ってるからね。あと半年でサピやん。そうだ、あ、君ももうサピックスじゃん。そうだよ。あ、でも逆に言えばあと半年でいける。僕は入んない。入んない。入んない。君ももうね、終わりだね。人生の終わり。そろばんもプールもいろんな習い事をね、全部整理して。プールはもうプールは終わってるよ。あ、そっか、プールは終わってる。そろばんまだやってるわ。そっか。え、プールももう終わってるよ。だってバタフライまで全部終わったもん。あれ、もうやめたんだ。やめたやめた。君たちより1年早くやめてるから。いや、別にそんなことどうでもいいんだけど、今日頑張ります。頑張れ。明日はテストです。ついに来ました。いや、まだだから明日だから。ついに明日に。勉強のさ、状況はどんな感じかな。まあね、あのね、前はね、ちょっとね、ボロのボロのボロだったんでね。あと修学旅行があったんですね。だから今回はね、そういうのないし、絶対に偏差値は上がるんですよ。本当に？いや、本当に。いや、だって頼むよ。あのさ、偏差値40前半だよ。さすがにね、上がんなかったらちょっとマジで終わり。だってそれがもしかしたらさ、実力にさ、なってきてるかもしれないじゃない。え、1回だからまだ。今日はさ、前日のさ、授業だからさ、ちゃんと集中してできるようにね。そうですね。授業はちゃんと集中できて聞けてる？うん、まあできてる。先生に質問とか最近してる？してません。してません。ねえ、だってさ、ね、あのね、ああ、何よ。なんでもない。最近学校でハマってることは何だい？ドッジボール。ドッジボール。おお、ドッジボールと受験どっちが大事？ドッジボール。おお、まあ嘘だね。ハマってたの3年前からだ。ずっとハマってるよ。ハマり続けてるね。うん、4年生の後半からずっとね、休み時間にやってる。うん、まあね、楽しいぞ。楽しいのが一番。そうですね。中学受験も楽しいんでね。ちょっと、あのね、あの、難しいんだよね、楽しい。楽しみ方が難しいんですよ。難しい。うん、中学受験を楽しめるって相当なね、相当なことだと思うよ。そうですね。で、今日も授業頑張ってね。頑張ります。頑張ります。ハハッ、練習を。ああ、どうぞ。はい、ありがとうございます。すごいキャプテンのバター。難しいです。はい、クルプッシュ。はい、ダブルタッチ。ルーレット。バックからのキックフェイント。いよいよです。そうですね、明日です。一応ね、前回のね、振り返りって言っても、前回って2つ観点があって、ついこの前受けたマンスリーテストで、これはテスト範囲があるやつ、その1つ前に受けた3月のね、組み分けテストの方ね、両方の意味での前回ってやつを見てみる。で、前回のね、直前にあった6月のマンスリーが今回、ね、ボロボロだったんだよね。で、それがね、サム君がね、4科目合計で偏差値がいくつか覚えてる？覚えてるよ。いくつ？ 42.7。 そう、4科目がバランスよくさ、悪かったんだよね。うん、よろしくない。で、マギ君は4科目覚えてる？48.7。 そう、48.7。サモくんの場合は算数がね、一応偏差値 54.5 でそこそこだけど、それ以外の科目がよろしくなかった。何、サモくん？あ、ごめんなさい、マギくんでした。一方でね、ちょっともう時間は経ってしまうんだけれども、3月の組み分けテストの方、ちょっと覚えてないでしょ。うん、これね、サモくんがね、実は偏差値 52.4、 まあもったいぶって逃げなかった。
で4科目で見るとね、算数がね 57.7、 国語は 43.7。 何だけど、そんな前の話だよ。そう、つかさ、国語今回さ、ちゃんとさ、問題の解き方をロジカルに解くためのさ、工夫の仕方ちょっと訓練したじゃん、あの長文読解、記述のところ、それちゃんとね、今回さ、どんな風に成績が反映されるか試してみよう。もう今更試すってね、いろんなこと試し続けてんだけど、いいんだよこれは、ずーっとトライアンドエラーだから。マギ君の成績覚えてる？覚えてない？51.24 科目で、科目別で見たらね、君は算数が 52.4、 あ、社会が 58.9 でよかったんだ。そうですね、眠い。あ、国語はね、良くなかった。国語は 45.2。 さっきのサム君と一緒で、君も国語記述改善されるかどうか今回結構注目してるからね。ちゃんとさ、問題を予測して最初から線を引きながらさ、主人公の思ってる部分、場面の転換の部分、気持ちを表す言葉、そういった部分ね、一気に線引きながらやっていって、あとはその後問題見た時にここだって感じでやっていくっていうさ、うん、いわゆる長文読解を精読するっていうやり方。あ、理科気になる？理科はね、前回君はね、偏差値49、特筆すべきことは特にない。まあね、あの前はね、修学旅行だったんですよ。あ、そうだね。まあそれがね、ないんですね。だからできると思います、ね。修学旅行ってそんなに影響大きかった？いや、あの影響大きかった。あの怪我したっていうのもあるし、あと3日間近く勉強してなかったっていうのもあったよね。結構それ影響大きいんだ。マギ君は特に前日だけで頑張ることがあまりないんだよ。なんか重大なテスト、そうだね、そうだ、アルファも受けるし A にも始めるし。あ、確かに。あれ、今のクラスそれぞれ君たちどうなってるんだっけ。サモ君は CC か。明日頑張ろう。頑張りましょう。おやすみ。そもそも国政が国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。はい、始まりました。今からスピックスに向かってね、6月じゃなくて7月のね、組み分けですとね、一気に行くんすよ。今日はゆっくり眠れた？うん。じゃあ、睡眠は万全か。まあ眠くはないんで。だけどさ、あの11時半から7時までしか寝てない。7時間半か。なんか短い気がする。朝はさ、なんか確認したいこととかできたか？まあできたね。できた。あと起きるだけ。まあ偏差値はね、55ぐらい。まあね、あの300点ぐらい取ってね、来てると思います。国語だよね、やっぱり。国語。苦手な部分の国語をさ、いつまでも苦手ですって、もう、ずっと言ってるじゃん。国語がダントツ足引っ張ってるじゃん。国語の配点って何点？150点。そうだよ。同じ偏差値でも、例えば偏差値50取りましたって言っても、理科社会の偏差値50取るのと、国語の偏差値50取るのって、わけが違うよ。4教科に与える影響。考えると、算数はね、結構いい時もあるんだよ。国語が足引っ張ってるって自覚ないかった、実は。いや、あるよ。低い偏差値でね、あのちょっとあれだから、まあ60を目指して55いけるように頑張ります。サッカーで言ったらどこら辺目指すの？サッカーで言ったらどの選手がやりますか？どの選手がやりますか？メッシ。サッカー偏差値90。久保偏差値80。じゃあ、いくら君正解。偏差値30。かわいそう。じゃあ偏差値55。55。サッカー偏差値55。よくね、サッカー IQ が高いとか言うんだよ。うん、サッカー IQ さ、高くなくていいから普通の IQ 高くして。頑張りましょう。うん、うまい。Thank you.
テストの結果帰ってきました。いつも通りサモくんから。はい、どうぞ。余裕です。パパパパだ。余裕、あ、余裕ですね。わお、はあ、いいのかな、悪いのかな、どっちなんだ。じゃあいつも通り算数から。はい、算数90点、偏差値54.4、順位2097位、国語88点、偏差値52.6、順位2571。苦手な国語はまあまあ良かったね。まあまあ。理科65点、偏差値54.9、順位1891。社会51点、偏差値56.5、順位1604位。2科目合計178点、偏差値54.3、順位2197位で、4科目合計が294点で、偏差値が 55.5、 順位が1917位。前回のさ、6月のマンスリーテストがさ、ボロボロだったじゃない。その時偏差値いくつだったっけ。42から55だから、まあ、戻ってくれたって感じだよね。よかったてか、前よりも上がったし。上がったか、うん、よかった。 0.5。 あ、ちょっと前に良かった時が55。それ組み分けの時だったっけ。違う、マンスリー。マンスリーか、4月のマンスリー。よかった、うん。算数はどうだい。キャレス、あ、キャレスしちゃってんじゃん。四角1括弧にいきなり間違えてる。これ計算問題だよね。多分そう。正答率 66% だから間違えちゃいかんねえ、これは。あと四角5、これはどんな問題だったんだろう。正答率が6割超えの問題を間違えている。四角5、何これ。遊牧って何、これ遊牧民ってこと。うん、遊牧間違えた。あー、あれか、牧場の牧だよね。遊法ってなってるね。記述が、あー、四角3の方はちょっと何これ、時間がなかったのかな。時間っていうか、あの11の方が簡単だった。四角4の方が簡単だったのね。これってさ、あの国語最近さ、ちゃんと長文読解をさ、一度目読むときにさ、ちゃんと線引くようにってやってるじゃん、うん、それできた、それともできなかった上で間違えた。多分引いた気がする。引いた気がする。引いた気がする。分かった、あの確実に引くようにしてやっていこう、うん、いいか。四角3番がさ、平均点 14.6点、ところ11点しか取れてない。記号問題で結構間違えてるよ、4問ぐらい。何の問題。メダカが出てきた。メダカの何、尾びれ背びれとかそんな感じ。いや違う、群れでいる割合とか、あの、へえ、そういう問題があるの。うん、あ、お父さん知らないかも。社会スーパー、何これ、抑制栽培。え、違う、逆、あの抑制栽培。え、ってことはあれでしょ、伝承菊じゃない、うん、今回あれだね、国語算数理科社会全部さ、偏差値さ50をさ、ちゃんと上回ってた上での4科目 55.5 だから、バランスいいね。そう。てか社会だけだよ、あの4科目の合計偏差値超えてる。ほんとだ。でも算数と理科もさ、結構近しい感じじゃない。順位で言ったら6300人中1900。てかさ、サピックスのさ、生徒ってさ、7000人超えてたよね。うん、どんどん減ってってる。え、なんで減るの。え、難しいからでしょ。え、受験はやめれたから。いや、そういうことじゃない。転塾とか。転塾するんだ。転塾するでしょ。へえー、あ、そうなんだね。逆に転塾してくる子より転塾して出てっちゃう子の方が多いってことなのかな。700人。え、そうなの。え、それって7校舎ぐらい消えてるみたいなもんで。あ、1校舎100人。100人だとしたらね。前1人消えた。え、1人減ったの。1人消えたよ。あ、君の周りでも1人減ったんだ。なんでまた。知らない。なんか、多分転塾だった気がする。あ、そうなんだ。まあ、合う合わないはあるからね。はい、じゃあ次ね、マギ君、どうぞ。はい、終わりです。算数84点、偏差値 52.4、 順位2505位。あ、サモ君と6点差。国語65点、偏差値39.3、順位5415位。サモ君と23点差。ボロボロのボロ。そう、23点差だよ。理科77点、偏差値63.6、
順位531位。サモ君と12点差、めちゃくちゃいいじゃんこれ。よかったね。うん。社会33点、偏差値45.5、順位4004位。え、33点でも偏差値45なんだ。なんかもう偏差値出ないぐらい低いのかと思ったら、意外と平均点が40点だから。うん、社会そんなこう難しかったってことだ。2科目合計149点、偏差値 47.3、 順位3838位。国語が悪すぎるから2科目合計はめちゃくちゃ下がっ、めちゃくちゃでもないけど、まあ君からすると下がっちゃってるね。4科目合計259点、偏差値50、順位3193位。平均点が 258.5 で得点が259点だから、0.5 点上回ってるって感じ。だから偏差値50ジャスト。うん、つまり平均点以上とする。前回の偏差値はいくつだったっけ。前回の6月のマンスリーが偏差値 48.7。 48.7。 え、算数が99点、偏差値 54.5。 算数さ、結構安定的にさ、いいってこと。52とか54とか、うん、まあいいというか、うん、そこそこ取ってるよ。なんかあれだね、やっぱりさ、国語がめちゃくちゃ足引っ張ってるし、理科社会もさ、振れ幅が結構大きいからさ、国語だよね、まずどう考えても。だって国語さ、前首都圏模試の方でもさ、ボロボロだったじゃん、ね。今回の国語はさ、あれどうだった。ちゃんと線引いた。引いた。引いてこれか。じゃあまだまだこれからだね。でももうこれから改善するかどうかちょっと怪しくなってきたね。受験までもう半年だよ。さあどうする。否定していると。さあどうする。勉強する。勉強頑張る。何言ってんだ君。小学6年生の手前で成績が悪くて勉強頑張ります。勘弁してしまう。誰が勉強を頑張れちゃできないものな。頑張って今なんだろう。お、ダメですね。あ、キャリスですか。キャリスの。キャリス。何これ、1770分の157。無理、絶対ないです。後ろの方ちょっとできてるって感じだけど、前もなんかやれてないかな。まんべんなくできてるし、まんべんなく間違えてるしって感じだな。そうそうそう、そういう感じ。全体的にできてるけど、できなかった感じ。正答率がさ、20% 台のさ、問題がさ、できてるっていうのもあるし、だけど 60% 台の問題間違えてるっていうのもあるしさ、ちょっとばらつきがある。一問ずつ丁寧にやっていこう。最近さ、普通の授業の復習見ててもさ、基礎的な問題が時間がかかるとか、間違えてるとか、ちゃんと教えて理解したと思って翌日にやってみたらまた間違えるとか、そういうのまだポロ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 あるっていうのは確認できてるので、ちゃんとやっていくよ。国語はひどいの。砂糖の糖ね。前も出たよ、これ言った。検討士の糖になってんじゃん。前も砂糖出たよ、確か。君はさ、エビングハウス的に言うとさ、忘却曲線がね、結構激しく忘れていくタイプなんだもん。一回やって覚えられないし、三回やって覚えたものを一定時間経ったら忘れてしまう。自分のさ、頭の癖っていうのをね、覚えておいた方がいい。他の人が三回やってるから自分も三回やればいいっていうわけじゃないんだよ。自分が四回やんなきゃ覚えられないっていう人もいるし、得意分野だったら一回やれば覚えてるからもうやんなくていいっていうのもあるし、不安になるんだったら三回以上は必ずやること。はい、期日はもう。うん、終わってるね。何これ、なんか1点っていう部分点。この部分点の1点は頑張って書いたなんか努力賞みたいなもんかな。だけど罰の時もあるよ。でもさ、これさ、そもそもさ、記述さ、中身がうんぬん以前に字が汚い、不当点書いてない、感じさせるの感じるっていう字、漢字間違えてるよ。うわ、るとか終わってるよ。うん、どこ三角の字。理科はえ、理科めちゃくちゃ良かったやつでしょ。あ、四角に一問間違えだけど、四角いっちゃちょっとね、あれです。すごいね、これよくこんだけできたね。なんかさ、正答率さ、一問一問見るとさ、そんなにさ、激しくさ、正答率が低い問題あるわけじゃないんだけど、そこそこの正答率の問題をほぼ取ってるって感じだよね。司会は全体的に罰しかない。促成栽培のさ、速ですら間違えてるよ。人面だよ。本当だ。4人面じゃないよ。間違え方すら間違えてんじゃん。え、っていうか分かんなかった。3パー後半全然できてないから時間がなかった。これ解き直しした？なんか今回はさ、2人とも偏差値50ちゃんと超えたっていうのがあるし、サモ君はバランスよく取れたから多分良かったと思う。
あきくんはすごい良かった理科とすごい悪かった国語が混在している中での50。ただ算数が偏差値で50をちゃんと超えてきているから、ね、52とか54とか、あ、それはね、いいこと。まあね、まあね、戻ってきたんですね。42から。そうだね。55.0 から42に落ちて、で 55.5 に上がったんで。今年のさ、1月2月が偏差値48台がさ、2回連続続いてさ、その後3月に入ってからは、一応組み分けで偏差値さ、偏差値に 52.4 まで来たんだけれども、その後また下がったりしてるけど、最近ね、53、55って来て、で、今回の55取れてさ、結構ね、上がってるね、上がり調子になってきて、なんか変わったことある自分で連動の仕方とか。集中してるちょっと。集中してる。いいことだ。集中量がちょっと増えたらなんか上がった。うん。勉強って集中してなんぼだからね。てか全部集中したらもっと上がるってことでしょ。おお、それが難しいんだけどね。てかまだいける気がするんだけど、まだ集中が。本当。本当。集中するために必要なものって何かある？勉強が強制的にやらされる環境。どういうこと？どうすればいいの？なんかお父さんサピの中。ああ、サピックス行けばいいの？うん。でもサピックスってさ、自習室ないじゃん。なんか授業前の時間とか、そういうこと。授業してる時が、完全にさ、やんないとダメじゃん。あ、ってことはさ、これからサンデーサピックスとかでさ、一日中缶詰でさ、勉強するような時間っていうのが増えてくるじゃん。あ、じゃあ上がるね。いいね。それはね、めっちゃ集中できる。うん。じゃあ次、マギ君。君は今回偏差値50なんだけど、前回ボロボロだけど、まあ、前回はね、学校の行事とかと重なっていたから、最近の偏差値レベルでいうと、やっぱり1月とかがさ、44で、その後ね、50を超えたのがね、3月入ってから51.2で、4月に関しても51.8っていう感じなんだけど、最近ね、48が続いてた、48だって。で、今回また50に戻ってきてるから、上がり調子といえば上がり調子だけど、まあ、微増してるって感じだね。ただ40代のさ前半、まあ、前回はちょっと特殊だった感じなんだけど、一応50を超えてくるような水準を取りつつある。で、算数をちゃんと抑えてるっていったところはでかいけど、めちゃくちゃ足引っ張ってるのがさ国語だから、そこはねもう自分でも分かってるんですよ。だから弱点が明確になってるんだよ。だとしたらその国語をどうするか、漢字をしっかりとる、慣用句をしっかりとる、その上で長文を、ね、線引きながらしっかりと精読して、問題を記述も含めてねしっかりやる。国語を良くすれば偏差値50を普通に超えられる。だけどさ、さっきのサモ君みたくさ、最近集中できてるって言ってたじゃん。君は最近勉強のどう具合は？前よりは集中できてる。前よりはできてる。こっち側のね、目線から見ると変わってない気がするけど、なんか普通に上がってる。いやいや、それはさ、自分が集中してるかどうかっていうのはさ、その第三者が見たところでさ、分からないじゃん。自分自身でさ、それが自覚できてるかどうかの方が大事だと思うよ。自分でどうできてる？本当に？前よりは。前よりは。あ、次の復習テストでは分かります。そうだね。前よりさ、できてるってさ、なんでできるようになってきたと思うじゃん、それは。特に意識もせずにさ、環境も変わらずにさ、なぜか集中できるってさ、そういうことはないと思うんだよ。なんか、なんとなく集中できるけど。うん。慣れてきたっていうのあるかもしれない。慣れてきた。慣れてきた。どうした？あります。どうした？ 15.5 に戻ってきた理由ね。うん。偏差値42って悪いね、やつがね、エネルギーになった。反骨精神的な感情で。あ、そうだね。そうですね。いいことじゃん。失敗する経験っていうのはね、大事なんだよ。必ず成功し続けて常にさ、いい成績ですっていう子は中にいるんだろうけど、必ずどっかで失敗してそれをバネに頑張るっていう経験って必要なんだよ。別に勉強じゃなくたってもちろんいいんだけど、ずっとこの失敗を無駄にしたい。そうだね。最近さ、いくらくんは失敗した？失敗しまくった。失敗しまくった。なーにー？いや、でも直してよ、直して。何を直したの？サッカープレイヤー。そう、ドリブルを。ドリブル？なんか練習では点決めるんでしょ。これから。コマ抜き決めてくれない。これからって読むんだけど。もうまだあるから、ね。失敗は成功。6年生まで、あと3年間ぐらい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。失敗は成功のもっと。